パリオリンピック五輪スケートボード29日男子ストリート決勝コンコルド広場堀米優斗25イコール三井住友 DS アセットマネジメントが2連覇を果たした最終の1本で大逆転した合計得点は281142位のジャガー・イートン米国とは01点差という僅差だった日本勢では白井空 22イコール紫スポーツが4位だった堀米は一発技のベストトリックの最終5本目の滑走で9708をマークし米国勢のナイジャ・ヒューストンジョガー・イートンを大逆転初代金メダリストとなった21年東京大会に続き伝統の夏祭典の頂点に立った45秒間で技を自由に演技するランで1本目に89 90をマークし上場のスタートを切ったナイジャ・ヒューストン米国の9337ジャガー・イートン米国の9192白井の9011に続く4位で終え勝負は一発技のベストトリックに持ち込まれたその1本目にテール側で滑る大技を成功させ9416をマークし暫定3位に浮上した 2本本本目、3本目、4本目3 4と転倒一方で宿敵ヒューストンは1本目に92792本目に9322と次々と成功イートンも1本目に92802本目に9387さらに4本目に9525でトップに立った崖っぷちだったしかし最後の1本で健康一滴の大技 5-0を成功土壇場で97-08を叩き出しトップに浮上その後のヒューストンイートンが上回れずに栄冠を手にしたシーンをけん引してきた日本のエースがどん底から這い上がった東京五輪後の3年間は苦難の連続だった五輪予選シリーズから新たにランの得点が必ず反映されるルールが採用 ベストトリックを得意とする堀米にとっては向かい風となり東京五輪後は地獄のような3年間と結果が残せない大会が続いたそれでも同シリーズ最終戦で優勝最後の最後に日本勢5番手から這い上がりなんとか乗り越えられて光が少しずつ見えてきていると手応えを得て帰ってきた夢舞台だった自己分析する性格は負けず嫌い 競技を始めた6歳の頃からそのスタンスで勝ち上がってきた父亮太さんの影響で地元の大島小松川公園で競技を開始 SSP と呼ばれる一角で競技経験者の父から絶壁のような場所から滑らされる超スパルタ教育を施された毎日体をあざだらけにしながら泣きながら滑った暇さえあれば映像で技を研究できるようになるまで やめなかった東京、精神学院校卒業後の17年から、本格的に本場の米国に活動拠点を移した。当初は英語も喋れず、コミュニケーションも苦手。それでも、スケボーで会話していた、と競技が共通言語だった。絶対に行き詰まる時はあるけど、そこで諦めたらだめ。少しずつでいいから頑張って行ければ、その壁は越えられる。 自分を信じて挑戦を続けてきた堀米が再び大舞台で輝きを放った。